2007年の英治史ダービー当日の場内、ロイヤルランドウィック競馬場は、オーストラリアニューサウスウェールズ州、シドニー近郊ランドウィックにある競馬場。運営は、オーストラリアンターフクラブ。オーストラリア競馬において、最も地位のあるダービーである、オーストラリアンダービーを開催する競馬場でもある。1810年に、オーストラリア初の競馬が開催された後、 1833年に開設された競馬場である。開設当時は一部の利用者による私的な開催にのみ使われていたが、1840年にオーストラリアレーシングアソシエーションが設立され、その後幾度かの改修を経て現在に至っている。2010年にオーストラリアンジョッキークラブがシドニーターフクラブと合併したため、 現在は合併後の ATG が運営を行っている。ニューサウスウェールズ州の競馬場としては最大規模のもので、1861年創設のオーストラリアンダービーなどの大競争を多く開催している。楕円形の右回りコースでメイントラックの一周は2254メートル。メイントラックの内側にはレース用の全天候馬場コースのほか、 トレーニング用のトラックが用意されている。ありがとうございます。